ということで、今回買いましたのはハワイアンスパイシーバーベキューセットでございます。こちら L セットですね、すべて込みで790円になります。はい、開けてみます。まずポテトを食べる派なんで、まず熱々の状態から、ね、食べていく。で、手を使わずね、食べていく感じになります。このままダイレクトの口に入れると上手に、めっちゃホクホクして美味しい。なぜこのジャンクを美味しく感じるんだろう。こちらもね、L セットでございます。うまい。今回ですね、マクドナルド来ました。で、早速ですね、コーラの L 頼んでおります。なんでマクドナルドのコーラって美味しいんだろう。寂しい感じがする。ハワイアンスパイシーバーベキューでございます。ハワイ州の観光局の公認でございます。はい、ちょっと見た目いいんじゃない、これ。ちょっと病気みたいな感じになる。これこちらうまそうね、パティが感じでございます。で、早速ね、ちょっと食べていきたいなと思います。そのままじゃあいただきます。スパイシーな感じがしますね。じゃあこちらね、商品の方を説明させていただきたい、いただきたいと思います。はい、ですね、こちら説明なんですけど、肉厚のですね 100% ビーフパティとホクホクのポテトパティにですね、スパイシーなハラペーニョチーズソースとバーベキューソースを、つけた食べ応えたっぷりの、食べ物でございます。じゃあ早速ね、ポテトが入っているということで、今回ね、珍しい価格限定なんだけど、こちらね、食べてみたいなと思います。じゃあまずは開封していきましょう。ポテトね、これはそう、このお肉はね、バーベキューソース、これがバーベキューソースだと思います。手が汚れるのが嫌いなんで袋にかぶせてますけど、こんな感じです。これがおそらくスパイシーなハラペーニョチーズソースという、これも非常にピリ辛としてね、すごく美味しいです。で、これがポテトで、これがポテトをね、入れてはいるんですけれども、このバーベキューソースもね、合いますね。これ玉ねぎが多分出てきました。玉ねぎも入ってます。野菜は以上という感じ。いや、でも美味しいですこれ。結構ね、やっぱり L サイズをね、食べると毎回ね、お腹いっぱいだなって思っちゃうんですよね。ただお腹空いてる状態なので、つい L サイズ食べて頼んでしまう。もう美味しいわこれマジで。体がね、ちょっとね、熱くなってきたね、この一つになってしまった。ということでね、ホワイトスパイシーこちら食べたいなと思う方はいいねボタンをお願いします。今後もね、このような動画もね、撮っていきたいなと思いますので、ぜひともですね、チャンネル登録よろしくお願いします。